はい。おはようございます。えっ、ー、とですね、3月に入ってから、まあ、車検が忙しいんですけれども、その車検の予約状況ですね、えー、三重県の場合はこんな感じになっております。えっ、ー、と、今日が8日です。ここですね。今日はもう取れませんようになってますよね。全部バツになってます。明日もバツですね。明日もバツ。 え10日もこれ三角なんでほとんど残ってませんよ。実質ほとんど×みたいな感じですねえ。11日もラストしか残ってないので、えっ、ー、と、14日は週明けると午後から行けますようになってるという感じですので、まあこれ実質ですね、えー、今日予約したところで、これ行けるかどうか微妙なんで、なんかもう週明けですよね。そうなると、 うんと、一週間ぐらいは、ちょっと車検入れない状態になってます。なんで、車検に行く場合は、一週間前ぐらいにはですね、予約を取っておきたいというのがありますよね。そうしないと、自分が、こう、思う時間に行けないというふうになります。あの、やっぱり段取りがありますんで、えー、僕は基本的に午前中に行きたい派なんですね。午前中、できれば、こうね、最初の A コースに行きたいという希望が、 高いですので、A を狙っていくと。でも、A を狙いたいんで、狙いたいんですけれども、今日、狙おうと思ったら火曜日しか行けないですよね。なんで、1週間ですよね。<laughs> 1週間先しか取れないということになります。えー、こんな感じで、3月ぐらいはですね、3月かな特に3月は、こんな感じなんですよ、車検って。なんで、まあ、 みんなが車検に入れているつまり忙しいというのがありますのでスケジュールもうまいこと立てないともうね、て、え、ん、ー、やわんやなっちゃいますのでこのあたり注意が必要になってきますさあそういう僕はですね今10時なんですが、えー、っとこのあと11時ぐらいから車検に向かいたいと思います。えー、っと午後一発目ですね あの午後1発目しか車検取れなかったんでまあちょっとですね仕方ないんですけれどもそれで車検を受けていきたいと思いますそれはえっ、ー、とえ昨日昨日じゃね前の Vlog でちょっと登場したと思うんですけれどもあの牧師ですね牧師を車検に行っていきますまああの牧師は全然問題ないのでまあ、車検もすんなり通るはずです後軸も大丈夫だし何にもないかなうんというわけで、えー、ともうちょっといったもうちょっとしたら車検に行ってきます さあえー、というわけで車検から帰ってきましたで、えー、ホイールキャップもつけてもうこれで納車準備も終わったんで車検は OK ですね完成ですでもって明日行く車検、えー、これもですね用意ができました明日はノートで車検に行こうと思いますまたちょっとねガジェットの話をしようと思うんですけれども、えー、三脚をちょっとね新しいのにしましたえーと これですねベルボンのドリーポットってやつですね、まあ、前持っていたあの僕が3000円で買ったやつとほとんど似てるんですけれどもこっちの方が軽いんですねこんな感じで片手で持てます軽いんですけれどもちょっとですね、まあ、多少ふらつくかな僕が最初に持っていた、えー、あのなんか無名のやつよりはちょっとふらつくんですけれども、まあ、でもこっちの方が軽くてで高さ調整の 範囲が広いので、ちょっとですねこっちを使ってみようと思います、もちろんですね、前の三脚は残してあります、えー、けどもメインで使うのはこっちかなという感じなんで、えー、しばらくこれで運用していきたいと思います。えっ、ー、と、めっちゃ前に紹介したキャラバンのリフトあの、車椅子を乗せるリフトですね、動かないやつ、もうね、部品が来たんですよ、もう来てるんですけどね、これです。 ハーーネスアッセンブリーこれ紹介したっけもう紹介したかどうかも覚えてないんですけれどもこれをですね、もちろっと、えー、明日とかちょっと時間あったら整備しようかなと思うんですけどね、この辺り交換する時間あるかなえっ、ー、とですね、うちの 180, 180君がですね、ちょっと調子が悪いですえっ、ー、とね、3番が失火しているんですね、あのアクセルガーッと踏み込んでもターボが効かない感じ、もうパワーが。 ないという感じですね。明らかに失火している感じです。で、えっ、ー、と、3番のプラグ外して見てみるんですけれども、なんか3番がもうね、燃焼してない感じですね。あの、真っ黒。えっ、ー、と、電気系か <laughs> なんすかねどうなんすかねちょっとわかんないんですよね。あの、前もですね、えっ、ー、と、スパークプラグ交換したら絶好調になったんですよ。けども、それからそんなに走ってないんですよね。大した距離走ってないんですよ。でもまた、 プラグがくすぶってる感じコイルもこれ過去に変えたことあるんですよ。めっちゃ前ですけれども。コイルとか O2 センサーも純正が高いから、ボッシュ製の社外品に変えたんですね。こういうのって悪さするのかな社外品使ったけども。うーん、ちょっとわかんないですね。燃料系っていう可能性もゼロじゃないけれども、うんとね、電気系のような予感がするんですけどね。まあちょっとね、 調子良くなるまで、ちょっと探ってみようと思いますさあ、えーとですね、一応、確定申告は、えー、提出できたんで、とりあえず一段落したかなという感じですね、まあ、けれども、えー、事務的な負担は減ったんですがあの、車検が多いので、結局は忙しいということになります、<laughs> 忙しさは変わりないんで、そうですね。まあ、うんと3月中、まあ、動画は 多分ね、正直、サブチャンネルでしか上げない可能性もありますので、そのあたりはご了承いただけたらなと思います。サブチャンネルはこんな感じですごくラフに撮影できるんで、まあ、あの、ほぼノー編集で、えー、動画アップロードできるので、ここはできるんですよ。ここはまあ,ある程度できるんですけれども、メインとなるとですね、やっぱり、 ある程度編集、そしてナレーションを加えないといけないので、時間がかかってしまいます。なので、えー、ポンポンと動画出せないので、ちょっとですね、そのあたりはご了承いただけたらなと思います。じゃあですね、えっと、質問にも、ちょっとね、回答していこうと思うんですが、えー、っとですね、これにしましょう。えー、っと、雪道走行後の戦車についてですね、えー、っと、雪道を走ったんですが、えー、っと、まあ、ああのー、入念に、 洗っておいた方がいい場所とかありますかという質問をいただきました。えー、と雪道走行、まあ、つまりあれですね、えー、と融雪剤の塩ルですよね、塩ルなんですけれども、まあ、あれは、えーとーあの、質問いただいた方は、ラジエーターとかエアコンのフィンとか洗った方がいいんですかという話を、えー、質問いただいたんですけれども、まあ、そこよりかはどっちかというと足回りですね、あの足回りの方がその巻き上げたエンカルとかが付着している可能性が高いですので、えー、足回り。 あの、サスペンションとかアーム類ですね。空いたところを入念に、えー、水で洗ってあげるというのがいいですね。あの、高圧洗浄を使う方が、えー、正直いいと思います。えー、多分あのー、なんか洗車する場所とかありますよね。ちょっとお金入れて。そういったところとか、うん、車屋さんでもやってくれるかなちょっとわかんないんですけれども、<laughs> あの、まあ、うちだったらまあ、まあ、どうぞつ、あの、やる、洗いましょうかというふうにやるんですが、えー、そういったところで、えー、っと、下回りを高圧洗浄とかで、えー、洗った方がいいですね。下回りをサッと。 あの、まあ、うちの地域もそうなんですけれども、うちの地域は、あの、普段、雪降りません。なので、塩カルの影響がほぼないんですね。なんで、下回りを、その、なんか、定期的に洗うってことはあんまり少ないんですけれども、でも、僕でも、その、スキーとか、そういった雪国へ行った場合ですね、えっ、ー、と、帰ってきたら、すぐにですね、下回り上げて、 高圧洗浄スチームですね高圧洗浄スチームでブワーッと洗ってなるべくもう見える範囲徹底的にきれいに洗い流しますそれをしておけばもう錆が湧いてくるとかそんなことは、まあ、まず起こりませんのでそういう風にしてです、ね、洗って下回りですねエンジンルームは正直あんまり気にしたことなかったですねエンジンルームは特に洗わないんですけれども下回りの足回り類をしっかり洗ってあげれば全然大丈夫だと思います さあですね、えー、とお話をしていたらもう6時前になってきたんでそろそろ終わりたいと思います、えー、最後までご視聴ありがとうございましたまた次の Vlog でお会いしましょうさようなら